ちょっと寝ますわ、さすがに。お疲れです。なんでなんでなんでやばいやめて。ごめん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 、さすがにごめん。よし、はい、めんどくせえこいつ足でロックかけてあげるわ足でロックかけてあげるわ最悪すぎる、最悪だ。じゃあ本当に寝るからさ。いや、慣れ合いじゃねえから。何？いや、シンプルに寝るときは寝るっていう。いや、やるときはやるみたいに言うなよ。仕事やるときはやるみたいに言うなよ。こんなやつ見たことある？旅行行こうぜっつって時間作って栃木の山奥来て温泉あるとこ来て9時半にこの状態になってるやつ見たことある？顔も見えないんだよおかしいよおじさん。携帯いじってんだろ、ほら。いじってねえわ。携帯いじってんじゃん。いじってねえわ。なんだ。株やってる？うん、知ってる。いや、この絵、株以外ありえない。FX。うん、FX。ラバさん。まあね。株で。大金をなした人しかありえない構図でずーっと編集してるから今日。意外とね意外とじゃないよ、お前めちゃくちゃ長い時間編集してたぞ。時間かかってるね。意外だったおい、景色すごいぞ。すげえな、こう見るとすごいな。割と7時間ぐらいやってる。割と7時間ぐらいやってる。すげえ。だって俺1回1時間ぐらい寝たもん。そうだよね、うん、すごい綺麗だね。これが横浜ですよ。デートスポットとしても名高い場所ですね。 こんなホテルなんか連れてこられたらもうでしょ多分。あ、そうなんだ。このホテルは多分あれだ、ここイルミナティカードに載ってたホテルですよ多分。これださ、これ多分横浜のあれなんですよって説明したホテル。めちゃくちゃいいホテルなんですよ。そう、まあだから政府要人とかも泊まるようなホテルらしいですよ。だからだって部屋がさ、こことあっちにもあるってさ、なかなかないもんね。まあね、だからファミリー向けだったりするよね。でしかもこう今ちょっとさ、廊下歩いてきたけどやっぱ形が変なんだよ。この廊下がそこ D みたいになってるから、だから建物の形自体が変なんだよ。あれじゃあ審査じゃないかお前審査すんね。でもさ、あそこよ滑れんのかな人って。いや、危ないと思う普通にね、普通に危ないと思うよね。もうちょいちゃんとねなあ、安全面とかを考える人ってすごい。あれできたらもう本当にめちゃくちゃ衝撃受けるね。1ぐらいの衝撃だと思うなあ。すごい景色だな。お前が喋ってることが今後のトレンドって感じするか。全然普通よ何も変わんないこんな感じ。いや、嘘だろ。いつも見てみよう、この絵成功者だぞ、成功者だぞ。まあそんなあ、そうな、成功者の、そういう成功者の自分だな。いやでも急上昇1だったから落ちとら。ああ、まあね、どっか行ってくる。うん、まあ消されたけど頑張ります。すごい景色のホテルに泊まっております。止まってないか。止まってない。でもね、こんなとこ来れない。これってでもさ、どうやって撮ってんだろうね。ん？泊まりで一応撮ってるのかな。ホテルはってことだよね。すごい。景色みんなのために撮ろう。全然ダメだった。じゃーん。はい。あ、出た。すごいよ、やばいよ。これはやばいね。これ何個かっていうとね、うん、ああ、そのあれね、この380です。やばい、すごいですよ。しかも今380度でしょ。まあでももうほぼほぼ出来上がってるんですけど、いや380はマジのやつだよね。動画時間10時間だったよ。9尺え6じゃないの。6じゃない、10だ。遊びすぎじゃん。え、逆に今日は何分だった動画。今日もでも38分だろうかな。あ、まあサブチャンにね、少しね、切ったところで載せる感じしますか。でもなんかあれだねすごいね、10時間もカメラ回ってたんだね。マジで意識してなかったから全然分かんなかったね。何の話してんのっていう時間もあるよ。あ、そうだよね。適当に喋ってたもんね。そうそうそう。あれじゃ飯食ってる時とかでしょ。そうそうそう。でもあれだね、今日はどこからだ。次の日、あ、じゃああれか、お前が起きたとこからか。そうです。ああ、濃いね。濃いですよ。お前がだって目ん玉ほじくずるところもあるわけ。それもありますよ。あれ腹立ったな。なかなかね。でも映像で見るとやっぱちょっと動物も綺麗めに見えるね。本当に。いやで俺も、ああまあね、そういう目線で見てたからね。直よりはさあ、いやまあでも映像も見てるから。あいつはだったけどな、役に関しては。役やっぱさ、役だけはやばかった。役はやばかったよね。俺もあの日のうちに役は見たもん。だって俺あの日一発目でキリンが垂らしたよだれが窓を閉めたり開けたりする溝のところにダルラー溜まってる。触んないんだもん絶対。いや俺ほんとにごめんけ無理なんだよ。全然やんないなと思って。だってさ、いやいや謎の鹿がさ、その歯磨いたことない歯でこうすごいガチ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 って、すごかった。でもサファリパークちょうどある。いやサファリパークはあのドキドキったらない。逆にだから草食動物もおとなしいように見えて、やっぱその食べ物に対しては来るからすごいぞっていう。逆にだから肉食動物はその窓開けれないからかっこいいけど、そのだから均等ぐらいだよね。慣れてないよね。うん、そう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 、それは感じ。あ、見てそこなんか多分電気ついてんじゃない、外から見たら。あ、すげえすげえすげえ、上にこうやってねやってんだろうな。横浜すげえな。でも多分もっとあそこライトアップされてすげえと思う。あれでしょ、氷のとこでしょ、うん、外結構寒いらしいよ。あ、そうなんだ。だからいい感じってすれ違いざまになんか聞いたわ。んあれ着てこう、これね、ヘッドブレス。いやこんなにさ、ガチガチにやってってもいいかな。引かれないかな、それ違う。いやまあもう別にレッドブルとはもう長いから何でもいいんじゃない。いやなんかその一応さ、俺らのこと見に来てくれてる人って言うじゃん。一応、あ、こういう感じやったわ。もうだってお前今俺の服をさ、一応持ってきてたんだけど、俺も一応鬼の服で着てるよ今日。でもなんか寒いんだからさ。でも俺一応クマあるよ。俺ないもん。いや俺だから、じゃあこっちで分かりやすく三沢用のトミーとしていくよ。俺じゃあ横にレッドブル。え、お前ここめっちゃかっこいいじゃん。めちゃくちゃいいんだって。お前お前これすごいよ。任せろ。いやじゃあちょっとさ、腰にめっちゃ尻尾張ってんのやめて。腰バカいてんだよ。腰にめちゃくちゃ尻尾張ってんのやめて。マジでいいやつだ。マジ高いんじゃない。すごい。でレッドブルってあれだからね、ロゴの価値がめっちゃ高いからね。高いだろ、どう考えて。うん、服めちゃくちゃ増えたわ。いやお前ちょっとこっち見て。いやレッドブルおじさんだお前それは。レッドブルおじさんだよ。あるよ。いや俺めっちゃさ、めっちゃなんかさ、レッドブルのさ、好きな話していい？俺普通にすごいレッドブルすごい入れてある。じゃ俺ね、そう聞かれる前に俺常にバッグの中にレッドブル常備してんだ。あーすごい。もうすごいわけわからんそれ。でも今日も別に何も考えずに朝5時起きとかだから普通にレッドブル入れてんので、なんか最近寒いから朝早い時車の中でレッドブル飲むの冷たいから前の日の夜に入れとくって。あ、冷たすじゃないんだ。そう、常温で飲みたいから。これ横浜のやつです。おーすごい。いやそのアイラブのラブがあれなんだよね、星なんだよね横浜は。あ、これもいいな。そっちいいね。そっちかぶってみて。え、こっちでも俺さ、普段さ、絶対でも脱いだ時ハゲちゃうよ。うん、いいよでも。いいか。そっちの方がぽいけどね。えそっちの方が強っぽいけどね。あ、確かにそういうことか。うん、ここからこうはもう、あ、それはラッパーお前ちょっと企業の犬すぎ、それは。いや、企業の犬じゃないよ。いや、お前それは、お前それはだよ、毒されてるよお前。いや、毒されてるよお前。景色見てみ。いや、景色は確かに、景色は味方してる。景色は住んでるけどさおかしいけどな。いや、それはあのヒップホップで一曲当てた人だよ。なんかタオルとか巻いてる感じとか。ああ、マジ嬉しいな今。これでいこう。でも多分寒いよ外多分、うん、これ全然あったかいもん。うん、 B 賞といってはい、僕らと一緒に観戦する賞を当てた方々がいっぱいいらっしゃるそうなので、その人に会って。だって A 賞の人さっき8人ぐらい会ったもんね。氷の上一緒に歩いて、で記念撮影して、あんなにね密にこう視聴者の方と会うこともね多分なかなかないから。昨日の動画どうでしたかね、言ったな。よかったですって、ありがとうございますって。よかった。いや、そりゃお前言うだろ。いや、でも言われることって直接、まあ直でね、よかったですって言われることないからね。でそれで今日後編を編集してるわけだからね。そうです。こんなクリエイター冥利につきことないですね。はい、ということで、じゃあちょっともうちょっとなんで、はい、頑張ります。はい、あとなんかね、これは本当に悪い癖なんだけどさ、俺らだけの世界のその単語を使っちゃうんだ。多分なんかその表現方法。はい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 。なんかその例えば俺だったらなんだろうな、デカッチョイって。ああ、俺に対してカンタじゃ俺に対して、お前はさってさデカッチョイからさ。ああ、確かに。いいじゃん。俺だったらお前にさ、お前はさハゲチャピンなくせになんとか。ああ、言う。そう、なんかそのディスじゃないんじゃない。そうやって。でそれをなんかこう。なんかそうやってさ、なんかこう話してる時にさ、うん、めちゃくちゃ偉い人がいる時に対して悪い口を言ってたわけじゃないんだけど、普通にその親しみを込めてで、お前そんなこと言ってお前の方がでかっちょいだろみたいなこととか、うん、でお前ハゲチャビのくせにお前人そのリズムが好きで言ってるだけだからね。その五感で言ってたら、でトイレでトイレでションベン2人で並んでして、なんかそんな普通にふざけまくって2人で大爆笑しながら生きてたんですよ毎日。で2人で並んでションベンしてたら、個室からこれは人生終わったかもしれない。マジか。これは今俺らがデカっちょいって言った人がいるくさっていうね。これはもう終了した可能性があるって。1回あったな。でもこれはもう真面目に僕らのこの僕らはこうやって2人での世界でのトークだけで生きてきたんですっていうのを一から説明しなきゃいけないかもしれない。やっぱ本当に悪口じゃなかったんだよ。そう、本当そう、悪口じゃなくて、俺らのいや、もうなんだろうな、俺らのしゃべる、あれはでも良くないやつなんだよね。良くない部分だよね俺らの。そうそうそう、2人俺らが笑ってればもう正しいんじゃないかみたいになった時に、俺らのその2人だけのその空間の場合、2人ともずっと笑ってるから、そのなんかこうオッケーみたいになってるそのくだりなわけで、それを聞かれたらまずいぞっていう。それは良くなかったね。あれもうゾッとしたな。ゾッとしたね。大丈夫。